岡市の北方地区は宮崎県内唯一の桃の産地。桃の本格的な収穫時期を迎える6月6日から7日にかけて、道の駅北方よちみりょうやで桃祭り2015を開催します。当日はもぎたての桃や地場産品の販売などが行われます。また特産地ならではの桃を使った桃ソフトクリームや桃ウイロー、桃クリーム大福、新発売の桃サイダーも販売されます。桃の甘い香りが漂う桃祭りへぜひお越しください。